皆さんこんにちは、カズさんビデオです。今回はキャンピングトレーラーエメロード376の紹介動画になります。このトレーラーは750キロ以下になりますので、牽引免許不要で乗ることができるキャンピングトレーラーになります。自動車免許さえあれば運転できるこのトレーラー、初心者の方にも分かるように外装内装を詳しく説明しておりますので、よろしければ最後までご視聴ください。それでは早速行ってみましょう。まずはじめに大前提として、このキャンピングトレーラーを運転するためにはヘッド車と言われるヒッチメンバーをつけた普通自動車が必要となります。普通自動車であれば車種問わず牽引することができます。トレーラーを使わない時や目的地に到着した時はヘッド車とトレーラーを切り離して、自動車は普段通り自動車として、キャンピングトレーラーは一つの部屋として使用することができます。牽引免許不要のキャンピングトレーラーは、地面が平坦なアスファルトであれば一人で簡単に置きたいところへ動かすことができます。置きたいところが決まったら、まずトレーラーを地面と平行にしていきます。平行にするためには、このハンドルを回して前輪を上下することができます。今回は車体がかなり前上がりになっていますので、前輪を低くして平行を取っていきます。平行が取れたら、前後ろ計4箇所にジャッキがありますので、電動ドリルなどで下ろして固定したら設置完了となります。では今から簡単な外装説明を行います。トレーラー正面には大きな窓と、その下に収納庫があって、右側に行くともう一つ大きめな窓と、ウィンドウエアコンの扉、外部充電ソケットがあります。さらに右側にはカセットトイレのタンク収納扉があります。ウィンドウエアコンの扉は横にあるクリップで簡単に固定することができます。ちなみにこのエアコンは購入した代理店さんで施工していただきました。カセットトイレの扉を開けると、中には汚物タンクがセットしてありまして、タンクの上にあるパイプの蓋を開けると、トイレを流すための水を入れることができます。この水の量は横のパイプの水位で確認することができます。汚物タンクはバーを引くだけで簡単に引き出すことができますので、容易にタンクの掃除ができます。続きまして、トレーラーの左側を紹介していきます。まず室内とつながっている一番大きい収納庫があります。その横には冷蔵庫の換気の扉があって、その上にキッチンの窓とリビングの大きめの窓、さらにその後方にはエントランスドアがあります。エントランスドアの下には収納ステップもありますので、簡単に室内へ出入りすることができます。さらにトレーラー後方には大きなリアリビングの窓とWi-Fi バックカメラがあります。では一番大きい収納庫を紹介します。中はリビングシート下が収納となっておりまして、奥行き50センチ、横幅140センチありますので、上手に使えばかなりの収納力があります。外務収納はもう一つ前方にもあります。中央にあるポッチを回して開けることができて、
強力なダンパーが扉をゆっくり持ち上げてくれます。中には標準装備のアイテムが備えられています。スペアタイヤが1つと FF ヒーターの燃料タンク、あと 22.5 リッターの清水タンクがあります。この清水タンクはポンプをタンクに挿したら使えるようになります。続きまして、エントランスドア付近の説明をいたします。ドアの横にはセキュリティハンドルが装備されています。セキュリティハンドルを縦にしてステップと組み合わせると室内への出入りが非常に簡単になります。ドアを閉めてハンドルをドア方向に倒すだけでドアロックもできます。では室内の説明をしていきましょう。まず室内側にはこのようなドアノブがついておりまして、バーを下にするとドアの開放、上にすると施錠になります。ドアの内側にはシューズホルダーがついていて、脱いだ靴をかけることができます。シューズホルダーは全部で4つついています。エントランスドアについている小窓はシェードを下ろして目隠しもできます。次に後方のリビングの説明をしていきます。一人用シート2つに小さいテーブルが1つ、その上には実は2段ベッドが収納されています。戸棚横のロックを外して2段ベッドにすることができます。リビングには横長の窓が1つ、4つの鍵を開けることで簡単にドアを開放できます。ドアにはシェードと網戸がそれぞれついています。続いてドア横のキッチンを紹介します。ガラス蓋を開けるとシンクと三つ口コンロがあります。コンロ下は冷蔵庫で、ダイヤルを回して動かす手段を変えれるスリーウェイの冷蔵庫です。真ん中のボタン類はガスで動かすときに扱い、右のダイヤルは温度の調整ができます。冷蔵庫の広さは85リッターありまして、一番上には冷凍庫もついています。冷蔵庫の隣には収納棚が2つあって、下の棚を開けると一番下にはカセットガスの充填器がありますので、ガス缶を2本充填器にセットすることができます。ガス缶をセットして上にある元栓を縦にすると、左側で三つ口コンロ、右側で冷蔵庫のガス動作ができるようになります。元栓スペースはお箸類を入れることができます。下の棚の上段も十分な収納スペースがありますし、カセットガスのところも少しなら収納ができます。キッチンの上にも2つの戸棚がありますので、キッチン関係の収納には困らないと思います。キッチン正面にも小さな窓がありますので、調理するときは換気をすることもできますし、シェード、網戸ももちろんついています。そしてキッチンの左側が一番広いリビングになります。窓も左、真ん中、右の3箇所にありまして、真ん中の窓が一番大きい窓になります。大きい真ん中の窓も鍵を開けて開放することができ、3段階の高さに調整することができます。とりあえず3つの窓をすべて網戸にしてみましょう。そしてキッチンの真上にも天窓があります。ボタンを押してバーを引くだけで開放ができます。もちろん網戸にすることもできますし、シェードにすることもできます。今回は網戸に戻しておきます。続きましてトイレの紹介をしていきます。
ドアノブを下にして扉を開放でき、中に入ると正面に手洗い場があり、カセットトイレ、トイレットペーパー掛けとタオル掛けがあります。トイレの上には大きめの収納棚があります。天井には光取りと換気をする小窓があって、ここもシェードにすることができます。匂いがこもった時はダイヤルを回して強めの換気をすることもできます。手洗い場の上には大きい鏡があって、その下には小さめの収納庫があります。手洗い場の蛇口は伸ばすことができて、引っ掛けることでシャワーとして使えます。シャワーをするときはカーテンを閉めましょう。カセットトイレの使用方法は簡単で、青いボタンで水が流れ、バーをひねることで汚物が下に落ちます。トイレの紹介は以上になります。別角度でトイレから退出します。トイレの横にはクローゼットがありますが、今の季節的にウィンドウエアコンを設置しています。その上にはハンガー掛けが装備されておりまして、冬場はエアコン上部のネジを取り、簡単に取り外すことができますので、ハンガーを掛けてクローゼットとして使うことができます。クローゼットの下にはスイッチ類がありまして、一番右が FF ヒーター。これがソーラーのスイッチ。一番左がポンプのスイッチで、これをオンにすると、キッチンの水が使えるようになります。この緑のボタンは、外部電源の時だけ5リッターの温水が作れます。その下には FF ヒーターの吹き出し口がありまして、奥の方にも FF ヒーターの吹き出し口があります。リビングの上には大きい戸棚が2つあります。結構な収納力がありますので、寝具関係も簡単に収まります。では続きまして、こちらのベッド展開をしていきましょう。30秒で完成です。178センチの私が寝てみると、下にかかとをつけてだいたい拳2個分の余裕があります。では次に2段目のベッドを展開してみましょう。44秒で完成しました。10センチくらい厚みのあるマットが最初からついていまして、幅65センチ、長さ192センチになります。下のベッドサイズは幅75センチ、長さ192センチになります。お手製の板を3枚ベッドの下に敷くだけで、2段ベッドの耐久性が上がります。ベッド横にある標準装備のカーテンを広げると、プライベート空間が確保できます。ベッドの上にはライトがついており、スイッチはキッチンの横にあります。その横は外のポーチライトのスイッチになります。では、ベッド展開を片付けていきましょう。上下合わせて約1分で片付けが完了しました。リビング奥にあるスイッチを押すと、間接照明が点灯します。スイッチを長押しすることで、
光の強さを調整することができます。あと前方の方にも天井ライトがあります。間接照明もありますので、同じく長押しで光の調整ができます。後方のリビングシートを取り外すと、シート下がなかなか大きい収納庫になっております。向かいのシート下も収納庫になっていますが、サブバッテリーがありますので収納はあまりおすすめしません。次に前方リビング下の収納を紹介します。まずはシートを取り外していきましょう。ではこちらから、ここの収納は唯一外とつながっている収納庫ですが、シートを取り外すのが大変面倒なので、私たちは中であまり使わないものを収納しております。向かいの収納も同じ大きさになりますが、FF ヒーターの配管が通っておりますので、あまり収納庫としては使えていません。では、ここのベッド展開をしていきます。1分で完成です。ここのベッドはダブルベッドサイズになっておりますので、幅140センチ、長さ192センチになります。では早速横になってみたいと思います。長さは先ほど紹介したベッドサイズと一緒になります。大人の男性でも十分余裕がある長さです。横幅もかなり余裕がありますので、成人男性が横に1回転できるくらい余裕があります。もちろん反対向きになってもいけます。2人は余裕で寝れます。シートについてですが、シートの場所で厚みが違いますので、シートを入れ替えてマイベッドを作る必要があります。ではベッドを片付けていきましょう。片付けは40秒で済みました。その他に付属品の説明をすると、リアの方にコンセントが1つ、あと2口ついた USB ソケットが1つ、前の方にコンセントが1つ、キッチンの上にもコンセント、リビングの上には AV モニターがありますので、今使っている電気のアンペア量が見れたり、サブバッテリーの残電圧が確認できたりします。その横には一酸化炭素警報器、キッチンの上には消火器がついています。納車時は前方3箇所の窓と後方の窓にこの材質と同じカーテンがついていましたが、私は取り外しています。そんな装備が充実しているこのキャンピングトレーラー、定位置でぼーっとするのがたまりません。以上がこのトレーラーの説明動画になります。いかがだったでしょうか？参考になった方は高評価、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。